したいです。まだ声入ってないよそれ。前回ここ長すぎてさ、そう、怒られた。あ、そう、じゃあこっちで言い直します。こっちで言い直そう、こっちで言い直そう、言い直そう、あの名言を。やだな、この改めて言うの。もう最初でめちゃくちゃやだな。最初でね、めちゃくちゃやだ。ここまで来ないとね、ちょっと。あ、聞こえたって。ほんと？よかった。じゃあいいね。じゃあいいかな。もうやらなくて。よかった。はい。ということでね。はい。我々、スラムダンクをゴールデンウィークに見に行きました、ね。やったー。いや、もうなんか、うん、スラムダンク、初めての劇場版のスラムダンクに立ち会いたい生理気持ちみたいな。導きて。え、今から1回目時呼んで初回の人を見守る会、初回の女性声優をみんなに。え、今からいつ行く、声かけて一緒に行こうってなる。ねえ、そうなんです。チュロスも食べましたね、2人で。そう、私初チュロスしちゃったよ。よ、全然断然ポップコーン派だったので。そうだよね、普通はね、その人、そういう人の方が多いと思います。でさ、私たちさ、行った映画館さ、うん、意識してなかったんだけど、うん、あのドルビーシネマのとこだったんだね。うん、だからさ、なんか、音が、そう、すごいさ、臨場感あるさ、なんていうの、360度サウンドというか。でさ、私なんか一つのシーンで、うんうん、パラッパでパチ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 みたいな音がなんか360度で聞こえるから、なんでこの映画ってこのシーンで一斉にみんなお菓子食べ出すんって思ってた。ずっと嘘思ってたの。本当にそんなことある？だって全体から聞こえるから。私前も同じ劇場で見て、うん、前もこのシーンで一斉にみんなここでお菓子食べ出したけど違うよって思ってて、松江里の時も、うん、まだこのシーンでみんな一斉にお菓子食べ出す、なんでって思ったの。シネマなんですね、あれがね。すごいね、あの臨場感すごいね。そうなんですよ。お菓子だと思ってたんか。みんながお菓子をなんかでパリパリとか言って、なんか開く音だと思ってた。まさかのあれだな。雨の音だったんですけど。そうなの。だからすごいね、ドルビーシネマ。すごいよね、臨場感あるよね。本当に本当に360度聞こえるんだよ。そうだよ。だ、自分たちが包まれてんですよ、その音に。そうなのよ。え、なんかそういう決まり事でもあるのかって思ってたの。ここでお菓子を食べてくださいっていう、ここでなんかちょっとパリパリみたいな、なんか音をさせるのかな。見てる人が演出してる。そう、違ったね、違ったね。ね、まあ、無事見に行けまして、よかったです。よかったです。とても楽しかったです。最高の時間でございました。はい、はい、こんばんは皆さん。こんばんは、高森夏実です。松井絵理子です。名前が出ました。はい、名乗るの忘れなかった、えらい。今月はね、ちゃんとね、はい、高森夏実と松井絵理子でお送りしていきますから、はい、ね、言われたんだけど。誰に？なんかさ、ほら、みんながツイッターでさ、うん、バラした？そう、後輩の今日の花井美春さんは MC をやってましたねみたいなことを軽率につぶやくから、うん、あれ何だったんですかってめちゃくちゃ。え、すぐバレた？すぐバレた、すぐバレちゃったから細かく説明しといた。何をやってんだよってね。そう、先輩何やってんすか、うん、みたいなね、感じに思われたかもしれません。いい子なんでそんなことは言わないですが。そうだよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ。ということで、はい、始まりました。なっちゃん、えりちゃんのえらいすごいよ。この番組はですね、休憩室のようなまったり落ち着いた空間で、私たち2人が好き勝手自由にトークするをコンセプトとした番組でございます。はい、これから1時間半本当に好き勝手トークしていくので、私たちに話してほしいことがあればどんどんコメントしてください。はい、そしてこの番組はですね、YouTube とニコ生で配信しておりますが、無料で視聴できるのは前半約45分までとなっておりますので、最後まで見たいという方はぜひね、この番組本当にぬるっと切り替わっているので。はい、ここから有料ですとか言わない。そう、いやない。なんかこの話の途中でぬるっと切り替わるので、みんな急に見えなくなるみたいな。そう皆さんぜひね、会員登録していただいて最後まで、はい、ね、見ていただければ、お願いします。はい、こちらから会員登録することができるのでよろしくお願いします。そして YouTube ではメンバーシップ登録をすることができます。月額会員になれば過去の番組がアーカイブ視聴できますので、 YouTube から視聴しているよっていう方はぜひ登録お願いします。はい、そしてね、視聴者の皆さんからのコメントね、ガシガシ読んでいきますので、はい、コメント
ください。ハッシュタグの後ろにですね、夏入りエラス語も忘れずにつけてお願いします、はい、お願いします。はい、ちょっとここで告知がありますので、まずは私から。はい、じゃ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 ん。はい、こちら、6月3日に松江恵理子と花井美晴松花祭のイベントを開催しますよ。会場はアールズアートコート2部制での開催となります。このイベントではご来場者の皆様と楽しくクイズ大会をやったり、トークで盛り上がったり、会場限定の企画で歌ったりなど参加型の企画を用意しております。現在会場チケットの一般販売を行っております。思い出に残る素晴らしい時間を過ごせるようぜひ遊びに来てください。待ってます。はい、学祭みたいだ。ほんとそういう感じです。じゃあ続きまして、はい、もう一つお知らせございます。はい、6月の17日ですね、こちらのチャンネルの新企画イベント、声優とおしゃべりイベントを開催します。よ、このイベントはですね、仲良し声優が集まって来場者の皆様と楽しい時間を共有しながらトークを繰り広げていく参加型のイベントとなります、うん。まあ、こちらの企画の第1弾として、私高森夏実と、そしてあの弊社三宅まりえ先輩、安定してる、松崎玲ちゃん、高橋ひろみちゃんの4名によるトークイベントとなります、うん。これがね、また、3部制で、うんうん、1部2人、3部2人、2部全員っていうそうですね、そう、そういう、ね、事務所くくりでなっておりますね。はい、会場が秋葉原トークライブバー、トークライブバーフロムスクラッチ、どこで切るんだこれは、3部制で、はい、開催です。現在ニコニコのボイスラウンジチャンネル会員限定チケット先行抽選申し込みを受付中ですもん、うんうん。一方的にですね、出演者のトークを聞くだけでなく、来場してくださるファンの皆さんと一緒にいろいろディスカッションして盛り上がれるイベントを予定しておりますので、うんうん、お時間ある方はぜひご参加ください。はい、お願いします、ね。だから私たちが喋るだけではないイベントに、そうね、そう、まさかのみんなと、そうなの、こう大丈夫、3日ぐらい声出してないとカスカスになってたりするからねちょっとね、そうそう、練習してきてもらって、そうそう、なんか朝がこう、か自分誰とも喋ってなかったわみたいな、カスみたいな、一言、確かにね、一言目全然緊張するんだよね、全然声出なかったみたいな、声出してない時の第一声緊張しちゃうから、分かる、収録とかでも一言しかない時が一番ミスる。いや、そうなの、本当に A パートのラストとか一言しかないのにリテイクを食らうなって思うっていうね。そうのくせ人のモノローブ中とかにお腹鳴る、そう、ゆるるるるる、何しに来たんだってなる、ゆるるるるる、そう、でもね、この間私はあの先輩に、なっちゃんお腹うまいねって思ったお腹うまいとはお腹すごくないって言ってすごいなってたんだけど、うん、全ての人のセリフを回避したんですよ。キュッてこう、そう、キュッそうなんかうまいことで自分のセリフの前にギューって鳴らしてから喋り始めるみたいな、すごい、なっちゃんお腹すごくない、調教されてるなっちゃんのお腹は、 そ, それによってハードルが上がってしまったので、次回誰にもお腹をかぶせられない試されてるわやばいことになってしまいました、試されてるわ、本当にたまたまうまかったんですけど、というね感じで、うん、なんかきっと私たちがみんなに喋りかけたり喋りかけなかったりはないと思うけど、うん、きっとなんか喋っ、私とマリエのことだからめちゃくちゃ質問したりすると思うんですよマリエさん赤ちゃんなので赤ちゃん知りたい、何でも知りたいから、何でも聞いてくるから、どうなの、そうそうそう、なんでなんでって、なんでなんでって、ね、どうしてこれなんでね、なんでそう思ったの、それにみたいな、ね、めちゃくちゃ質問攻めにされる、すぐ答えてほしいよねみんながね、そう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 なのでもしかしたら私たちはめちゃくちゃ質問するかもしれないよ。だからイエスノーだけで考えてくると、もう本当にあの就活の面接の準備をしてください、何を聞かれても答えられる気持ちで対策のしようがないよ、してください、申し訳ない、ちょっと予習させてあげられないんだけど、楽しそうだね、なんかね、きっと楽しいイベントになるに間違いないメンツなので、うんうん、お願いします、お願いします。はい、はい、じゃあここでイラストが、はい、いただいております。じゃあ私から、はい、ファミリーさんからです、ありがとうございます。高森さん、松井さん、お邪魔します。
今回のイラストはそろそろやってきそうな雨季に合わせてみました、うん、イラストとは関係ありませんが6月16日に開園するハリーポッターのテーマパークの一環で池袋の駅がかなり世界観を醸し出してきました。 あ、そうなんだ。そうなんだ。毎日通勤で通るので。そうなんだ。出来上がっていく様子を見ていただきあって映画を一度も見たことがない私もちょっとワクワクしてきました。一度も見たことがない。そうなの。あんなにやってるのに。でも今から一から楽しめる。確かにね。ねいいよ。テーマパーク知らずに行って、あ、映画見たいかもってなる可能性もあるもんね。そうよ。そうなんだ。え、一作も本当に賢者の石ぐらいは見たことあるんじゃないの。一気にできるじゃん。すごい。私もだって途中までは映画館で見に行ってたんだけど、うん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 、そこから行かなくなっちゃってたから。そうね、ちょっと間が結構空いてたりとかしてたから、うん、一から一気見したもんね。あれは一気見した方がいいよ、うん、あれどれか一緒に見たよね。あれどれか一緒に見なかったっけ。なんだっけ。え、なんかあれコナンか。うちで見たの。あれどあれハリーポッターどれか一緒に見なかったっけ。ゴブレット。ゴブレット見た気がする。ゴブレット一緒に見たんじゃない。迷路に。そう、迷路で最後死んじゃうやつ。ね、見たよね。そう、画面が暗い、画面が暗い、画面が暗すぎるっつって。めちゃくちゃやってたもんね。画面暗っ。マジでハリーポッターどんどん画面暗くなるとか言って。そう、一作目からなんかどん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 画面が暗くなって、部屋暗くしないと見えない。そうそうそう。反射しちゃってさ、自分しか映ってないのよ。いや、自分がいるって。ハリポタ見てるはずなのに自分がいるってなっちゃうから。そうだよね。なんでゴブレットだけうちで見たんだっけ。なんでだっけね。なんだっけね。え、なんでゴブレットだけうちで見たの。でもさ、その時にさ、ハリポタ途中までしか見てなくて今ここまで見たみたいな。そうか、一気見の途中だったんだ。そうじゃない。で、次はここだからって言ってゴブレット見たんじゃない。確か。そうだった気がするわ。そうです。ありがとうございます。はい、続きましてこちら、じゃーん、はい、島春樹さんからいただきました。ありがとうございます。夏ね、松江里コフゴリス、コフゴリス、俺の桑原、新コーナー、俺の桑原。前回まで話題になっていた大人になったらこのキャラが推せるの話題がコーナー化したんですね、うん、自分にもないか考えてレオリオが浮かびましたが、でも当時から好きだった気がしてなかなか難しいイラストですが、お二人と桑原を描かせていただきました。それでは。あ、いる。あ、桑原だ。いる。え、もうかあ、もう一人は、これは緑の人は、緑の方、緑の方はどなた、どなた。桑原の隣にいるのはどなた、どなた、誰。クワバラつながりということ。よくこのシルエットで分かったね。え、よく分かったね、みんな。問題なのはどっちも別にマウスプロモーションじゃないってことだよ。後輩なら分かるけど。そう、私たちね、関係、そうなのよ、関係がね、そうなの、関係値がね、そこまでね、深くないからね。でもありがとうございます、うん、素敵なイラスト、ありがとうございます。はい、じゃあね、メールもいただいておりますんで、こちら、あ、うん、お、ミッタンさんからです。ミッタンさん、あ、ミッタンはあれですよ、私のゼクシーの、あ、ゼクシーの女、あ、男、そう。私がミッタンのためにゼクシーを買った女。あ、ちょっと難しいな。なるほどね、ミッタンはゼクシーに乗った男。男ね、うん、夏ね、松江里聞いてください。お、娘が歩きました。えー、すごい。伝え歩きの期間が長く、うん、なかなか一人歩きができなかったのですが、ついに一人で歩きました。すごい。しかもコツをつかんだからか、ずっと歩きっぱなしで可愛くて仕方がありません、うんうん。最近は返事ができたり、意思表示がしっかりしてきて、子供の成長がすごいと驚くとともに日々感動してます。お二人は最近日常の身近な出来事で感動してますか。え、赤子の写真だ。赤子の写真だ。これは私たちだけで楽しむよ。かわいい。あー、いるよ。コメ、コメ、嬉しい。コメコメ持ってる。コメコメ持ってる。嬉しいな。とても教育が行き届いてる。いいよ、かわいい。うちも大量のコメコメがいるよ。大量のコメコメ。うちにも大量のコメコメがいますよ。いいね。いい、大きくなって、本当だ、自立している。もうめちゃくちゃ、もうこんなん素晴らしい。すごいよ、人間って。いや、人間って早いね、成長が。1、2年でさ、こんなになんか立派になるのにさ、ね、私たちは1、2年でさ、一体何が。でも私たちもあったんだよ、こうやって1、2年ですごい成長を見せている時が。すごい成長した人間として、ね、そう、だんだん緩やかになっちゃうだけで、だん
だんちょっと退化していくだけで、ね、ちょっとね体力とか退化が始まってるちょっとね始まってるけど、素晴らしい素晴らしい、元気に健やかにまた大きくなってほしい ね、はい、じゃあもう一ついきましょうか。こちら元木さんからいただきました、ありがとうございま す。松井さん、高森さん、こんばんは。こんばんは。3月のイベントで1週間後に迫ったねこの検定の勉強よりエラスゴイベントの現地参加、あ、1週間後に迫った猫検定か、猫ちゃんどこできればいいか分かんなかった、1週間後に迫った猫検定の勉強よりエラスゴイベントの現地参加を選んだ私は偉いという内容のお便りを読んでいただいたものですが、この度猫検定の中級と上級に合格しました。おめでとう、おめでとうございます。出演者3名皆さんのお言葉や会場にいた人の言葉も励みになりました。これも番組のおかげです。偉すご、偉い、ありがとうございました。じゃあもう今もう猫ちゃんのプロ、猫ちゃんのプロってことだよね、上級まで行ったから。素晴らしいね、猫ちゃん検定か。猫ちゃんの気持ちが分かるのかな、猫ちゃんの気持ちが。あ、でもこういう仕草したら今こういう気持ちみたいなのが瞬時に分かるのでは。そう、いいじゃん、犬検定も。まあ犬検定もあるだろうね。あるんじゃない、犬検定まではあるよね、きっとね。あるでしょう、やっぱり。プロ猫ちゃん誌確かに。いいよね。でも、うん、役に立つよね。役に立つ検定取りたいね。ああ、確かにね。何が一番役に立つの？この世の中で。この世の中で。英語？あ、まあそうだね。でもさ、私何あの TOEIC？ TOEIC？ TOEIC って何って思ってんだけど。TOEIC はなんか。あれって別に日常会話じゃないんでしょ？あれ何？喋るとかじゃないですよね。ビジネス英会話ですか？指標みたいな感じだよね。そういうの関係ない学校に行ってた。確かにさ。でもなんか英検は喋りもあるよね。なんか面接にもあるんだよね。確か。なんか学校のさ、もうスピーカーから流されたじゃん。ねえねえねえ、あったよね、うん。運転免許だね。あー、それはそうだ。はい、それですそれです。でも待って、持ってない人がここにいて別に。困ってないから。まあ東京困らないんだよね。いざという時、だもしこの世にゾンビが溢れて、あ、乗り捨てられた車でも私たちと逃げるしかなくなって、じゃあなんかもうそういう時さ、ちょっと違い保険みたいなところあるから、一応動かし方だけ覚えとくべきなのかな。私有地でね、そう、私有地で私有地で家の庭とかで、実家の庭とかでやるべきかな。しとくべきかもしれないね、もしかしたら。ほら、それでさ、東京住まいのさ、人間さ、免許持ってない人多いからさ、東京ゾンビ襲われてさ、もうダメだ、ね、乗り捨てられた車で、ダメだ、もう私たちこれで田舎に逃げるしかないってなった時にさ、どうする、一人も動かせないんだよ、車。あー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 つって確かに。どうする、そうか、難しい。チャリンコでなんとか。確かに。チャリンコで。でも昨今ゾンビもさ、多種多様でしょ。ちょっと早いよね。こうゆっくり来てくれるやつじゃないでしょ。今は走れるよね。すんごい走ったりするでしょ。結構みんな結構走っちゃう。あと、あ、犬がね、ゾンビ化した犬がね、犬強いからね。犬早いんだ。犬早い。そう、犬とカラス強いからね。強いのよ。まあ、カラスやられたらきついな。犬とカラスが強いよね。だってカラスはもう無理じゃないか。まだ突き破ってきたりするしね。危ないよカラスは。怖いんだよあれ、本当にさ。怖いよ。ねえ、犬な、ゾンビじゃない犬にも負けそうだし。確かに。ねえ、ゾンビじゃない野犬にも。人間なんて響きよ。もう本当に。どうしよう。怖いからね。どうしよう。私はもう東京でゾンビにやられるんだ。私もなんかとっととゾンビになった方が幸せな気がしてるんだけど。早めがいいね。早めがいい。あんま痛くないので頼むって感じ。確かに。一回。噛まれたらもうすぐ慣れるかな。甘噛みぐらいでなりたい。甘噛みぐらいでなりたい。だって結局さ、傷口から入ったらもうあれなんでしょ。だからなんか肉とか引きちぎらないでほしい。やめてほしい。
ちょっとなんか転んですり傷になってたところに、うん、ペチャってもうなんかつけてほしいなっちゃうやつ。自分でつければいいのかな、その辺に誰かが倒したゾンビの痛いの嫌だったらペチャペチャペチャ、ね、うん、そうしましょう。みんな頑張ろうな。よし、じゃあコーナー行きましょうか。はい、まずはこちらのコーナーから、今日の夜食のコーナー。わー、はい、このコーナーでは皆さんが私たちに紹介したいご当地お菓子やお土産の情報を募集しています、うん、ということで本日紹介する夜食は何でしょうか。お便り見ていきましょう。はい、文慶さんからです。ありがとうございます。先日蒲郡での松入さんの番組イベントもあったということで、足を運ばれたことがある方にも馴染み深いお土産と思いますが、うんうん、今回ご紹介したお夜食は花の木堂さんの蒲郡みかんのしずくです。おゼリーという食べやすさもありますが、着色料保存料も一切不使用で、果汁あふれる蒲郡みかんの美味しいポテンシャルを余すことなく生かしている、一品です。私ももちろん大好きなのですが、以前祖母にお土産として送ったところすごい気に入った様子で、蒲郡へ訪れる旅をお土産として送っています。これ私食べたよね、うんうん、いただいたやつだ。美味しかった、めちゃくちゃ美味しかったよね。フレッシュなやつ。そうなんですよ、みずみずしいって感じの。そう、味濃いんだよね。じゃあ次いきますか。濃い果物ゼリーはうまいからな。うまいのよ。はい、こちらターン H さんからいただきました。ありがとうございます。高森さん、松井さん、こんばんは。こんばんは。ぜひおすすめしたいお菓子は、東京駅過去構内にある一粒甘露さんのグミッツェルです。名前の通りグミなのですが、うん、見た目もカラフルな6色6種類の味わいで、それぞれ外側をコーティングされたグミになっています。中のグミ自体もしっかりとした味わいなのですが、コーティングによって噛んだ時の歯ごたえが何度も心地いい食感になっています。見た目といろんな味わい、そして歯ごたえで飽きのこないちょっと特別なグミを食べてみてはいかがでしょうか。それでは。あー、見たことはあるかも。へー、え、プレッツェルの形してる。形がそうそう、プレッツェルの形で、パリグミみたいな。でも食べたことはないんだよね。なんか東京駅に売ってるなっていうのはよく見る、うん、最近話題なのかな。話題なのかもしれない。可愛いもんね、見た目がね。確かにホイフル的なやつ。外パリパリのグミ美味しいからな。美味しいからな。どんな感じだろうな。あともう今ってめちゃくちゃハードグミ流行ってんだよね。流行ってるよね。すごい硬いグミいっぱい売ってるもんね。うん、なんかいろんな種類のグミがねあるよね。昔はあんなになかったじゃん。ハリボーぐらいしかなかったじゃん。うんうんうん、うん、コーラグミと。あー、コーラ私コーラグミ好きなんだ。わかる。コーラグミは ね、あの2つしかなかったじゃん、硬いやつ。永遠に食べてたよね、コーラグミ。コーラグミ美味しいよね。未だにちょっと買っちゃう。ひもきゅう大好き。ひもきゅう。ひもきゅう。あと私もぎもぎ、あれもぎもぎフルーツはグミじゃないっけ。え、グミじゃない、うん、グミか。あ、私あれだよ、じゃんけんグミだよ。じゃんけんグミあった。じゃんけんグミだよ。あった。じゃんけんグミをめちゃめちゃ食べてたわ。懐かしい。懐かしい。昔ああいうのが長くてちょっと遊べる。あ、そうだね、多かったよね。ちょっとスライム的なさ、ね、ああいう感じの多かったね。窓に貼り付きそうな感じのグミ。うんじゃあ次いきます、ね、はい、続いてりんご大福さんからです。ありがとうございます。なすね、松井さん、こんばんは。こんばんは。今回食べてみてほしいお夜食ですが、うん、&お芋東京の三つ芋バスクチーズケーキをおすすめします。チーズケーキとスイートポイティとが合体しているという、僕が考えた、びっくりした、僕が考えたのかと思った僕が考えた最強のケーキみたいなやつなんですが三つ芋というだけあるめちゃくちゃ濃厚なスイートポテトの甘さにクリームチーズの爽やかな酸味の組み合わせが天才でした。チーズケーキ好きにもお芋好きにもぜひ食べてみてほしい美味しさです。最高じゃん。これは聞いたことがありますね。ね、いい、絶対美味しいじゃん。三つ芋バスクチーズケーキなの。これをどこの単語を取っても美味しいじゃん。美味しいじゃん。ね、いいな。いや、いいね。いいね。みんな掛け合わせるのが得意ね。上手だね。上手だね、日本人って。うん、バスクチーズケーキも流行ったもんね。流行ったね。でも落ち着いたは落ち着いたよね。結構早くに。うん。私はチーズケーキはやっぱね、スフレが一番好きなんですよね。あ、そうなんです。スフレチーズケーキが一番好きだな、やっぱり。私は結構ニューヨークチーズケーキ、あー、ガス、うん、密度、ギュッ
濃いっていう感じだね、うん、好きですね、美味しいよね。じゃあ次行きましょうか。どっちも美味しいわ。はい、こちらでラストです。鉄山さんからいただきました、ありがとうございま す。高森さん、松井さん、こんばんは。こんばんは。僕がお二人に食べてほしい夜食は沼津市の深海プリンです、うん、この前知人からもらい、普通のプリンと違う味わいで美味しかったので、うん、お二人に食べてほしいですというね。プリン、沼津の深海、何が深海なんだろう。確かに塩わかんない。塩沼津、子供の時よく釣り行ってましたよ私。あ、そうなんだ。小味を釣りに、あそこ堤防とかですもんね、沼津ね。へえ、うんうんうん、うん、おじに連れてかれて小味を釣ってました。小味を私投げらんないのこれ。そんななっちゃんの幼少期の思い出が、なっちゃん連れてかれて延々と小味を釣って。へえ、そうなんだよ。山梨海ないからね。あ、そうね。そう、静岡まで行かないと海釣りできないんですよ。静岡まで出ていくのか。そう、なるほどね。深海とかいうイメージがないけどね。うん、さあこれの中から、はい、今日は何のお夜食が出てくるんでしょうか。じゃじゃじゃーん。それはもしや、え、何この色。え、思ってたのと違う。思ってたのと違う。沼津深海プリン。あ、お盆ごともらえばいいのか。あ、すごい重そう。重かった。ちょ、思ってたんと違う。ちょっと待って、ちょっと待って、怖い。沼津の深海プリン、うわ、なんか3つ入りなんだけど、めちゃくちゃ海、めちゃくちゃ海です皆さん。すごいすごい。なんか思ってたのと違う。こういうことなんだ。すごい。あ、でもなんかプレーンもあるんだね。どれがプレーンなの。いや、プレーンはね、この中にはない。あ、これはちょっ と特別仕様、ね、うん、これは深海プリン。どれがどれ。これが全部深海。あ、でもこれ朝日プリンだ。名前がついて。これは深海の日プリン、深海プリン、朝日プリン。え、深海の日と深海プリンは違うんだ。違うみたい。え、何が。あ、でも色が違うか。なんかね、私たちは深海の日って決めましたって書いてあるから、なんか私たちが8のつく日をなんかこう深海の日、個人的に深海の日って決めたみたい。そうなんだ。あ、そうなんだ。そうみたい。そうなんだ、うん、このメンダコの指令と言わせて、そう決めましたっても書いてある。決めました、決めたみたい。私たちは決めたんです。私たちは決めた。え、じゃあ私の生まれた日は深海の日ってこと。深海の日生まれなの。深海の日生まれなんだよ。いいな。3月の深海の日。私かすんないんだけど。何をどれに行く、でもこれあのスタッフさんがね、うん、あの味見したらめちゃくちゃ美味しかったと、いうことで期待高まるんだけども、ね、これ何がどうなの。ちょっとこれはオレンジ的なやつなのかな。これだけね、ちょっとなんかね違うよね。朝日はこれなん、レモンジュースとか書いてあるから、みかんレモンジュースとか。あ、なるほどね。柑橘系のと、レモンジュース、マンゴーピューレ。へえ、マンゴーピューレ。この色の見た目からはあんまり想像のつかないものが書いてあるけど、レモンジュースなんだ。じゃあ深海プリンの深海プリンをいただこうかな。私いいんじゃない、ね、めちゃくちゃバニラビーンズ。じゃあ私朝日プリン行こうかな。夜が明けた。お、すごい、夜が明けた気持ちで食べるわ。で、何が深海なの？え、ここの色じゃない？このプリンが深海にあるってことじゃないの？なるほど。そういうことじゃないのか？なるほど。紙に書いてある？なるほど。海をモチーフに。海をモチーフにして、静岡県には日本一高い山、富士山があることは周知。やるかー。やべー。何も気にせずやべえ分やっちまった。戦いが。周知の事実ですが、実はここの沼津には日本で一番深い海、そう、素敵だよ。素敵だよ。そうだね。あ、難しいね。ちょっとなんか難しいな。ちょっとどこに何があるってちょっとあんまよくわかんないよね。そうだね。そんな難しいことはわかんないよね。美味しければいいんだよ。美味しければ。いただきます。はい。素敵だよ、海がある県。すごい。海がある。それだけで劣等感を抱いちゃう山梨県の人は。でも富士急があるじゃん。
ある、楽しかったよ。結構ね、他県の方にはね、富士急って静岡でしょって言われるんだ。そんなこと思ったことないよ。めっちゃ言われるよ。嘘、そんな海見えないじゃん。なんで富士がつくものは全部静岡にあると思うんです。そうだったの、みんならしいですよ。いただきます。うん、なんか、うん、なんか新しい、うん、なんかレモンピューレとかすごい見てたから、うん、酸っぱい系なのかと思ってたから、結構甘い系のソーダの味ね。上はなんかメロンソーダを食べてるみたいな感じがちょっとする。おいしい、おいしい。へえ、夏とか嬉しいね。これプリンだけで食べるより夏はこの、確かにさっぱりしてるね。こっちがいいな、うん、うんうん。富士急がどこかすら知らなかった。そうなの。でも私絶叫乗れないからな。絶叫乗れない人はね、富士急に行っても全然楽しめないのではっていう疑惑あるから。でも冬のスケート教室私富士急だったので。ああ、あそこのね、そう、真ん中のとこのね、あの池なくなったんだね。あ、そうなんだ、うん。じゃあもうスケート教室も行けないということ、もうないなくなっちゃうんかな。何なんだ。なんかね、すごい工事してたよ、新しく生まれ変わるために。でも私唯一乗れそうなやつあんだよね、富士急。こやつ、鉄骨番長。これ鉄骨番長だと思う。これはいけそうだなって思ってんの。このブランコのやつで。そうそうそう、高いやつ。そう、あれ乗れるよ。あれ、これは高所恐怖症じゃなきゃ乗れる。高いとこ大好きだから。あ、じゃあ乗れる。あの、この動きが、この動きダメ。あ、これいける。あれ回って、この湘南の風みたいな。あー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 そのハーバービッグウェーブみたいな。このそう、大丈夫だわ。あれ割とゆっくり上がって上で回ってるだけだった、うん、でこれがなければいけるよ。これやられると、これこれ こうだと死ぬけど、それ乗れるわ。これだとダメだけど、三期間は大丈夫。ダメだよ。結構回るけど。あ、あのこうは平気なのよ。こうの三半期間は平気。これは平気。あ、そっかそっか、うん、じゃあよかった。あのこれが来たらダメ。そうね、うん、それはね、うん、もろにダイレクトに来るもんね、うん、これもダメ。確かに。ここはいい。え、あ、上に、あ、頂点ね、頂点ね。ここは大好き。あ、じゃあそこから落ちなければいいっていう話になるのね。うん、動きがなければいい。あ、全然。なるほどね。大好き。確かにそうかもしれない、うん、うまいな。うまい。富士急も行ってないな、しばらく。うん、こないだ、ほんと3人でいたの。そうそう、後輩ちゃん、え、遊びに。そういいね。普通にプライベートで遊びに行って、うんうん、いいじゃないですか。富士急がね、下手すると10年ぶりぐらいだったかもみたいな。え、それは行ってる方だよ。行ってる方。それは行ってる方だよ。あ、行ってる方でした。そう、行ってる方です。でもなんかさ、10年、その10年間、うん、ディズニーとかには行くけど、うん、やっぱディズニーはあのレベルじゃないじゃん、乗り物が。あんなに絶叫絶叫してないもんね。そう、絶叫絶叫してるものが、うん、私のね、私の感覚からするとほぼないから、うん、なんか久々に乗ったら怖くなっちゃってるかなって思って。前は全然平気だったの。全然平気です。ダメになるとかあるんだ。いや、なんかさ、年取ると急に怖くなる人がいるらしくてさ。そうそう。で、人間ってやっぱ年齢重ねれば重ねるほど、うん、この安全性を求めるようになるから、うん、冒険できなくなるから、うん、怖くなるんだって、うん、そうだから怖くなるかなって思ったら、うん、全然そんなことなくてびっくりしちゃった。まだ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 何回でも乗れますよみたいな。かっこいい。てか、むしろね、昔より怖くなくなった。あれ、あの怖いものなくなってる。あれなの、うん、あのこのコースターの抑えられてるところが改良されてる。あ、なんか昔はね、隙間あったのよ。で、隣の人と地続きの
バーみたいな感じだったと思うの。あったね、そういうのね。私が多分小4とか本当藤山できたぐらいの時って、うん、だからお父さん隣に座ったらバーシェアすることだったもんね。お父さん隣に座ったらこんな細っこい1枚私はもうほぼほぼすっぽ抜けるやつが間空いてて。確かにバーのシェアねしてました。でもやっぱ誰かが危ないってことにちゃんと気づいてくれたんだろうね、うん、めちゃくちゃもうみっちり隙間ないの今。もうちゃんとそれぞれのバーになったし。でもコナン君だったらバーの有無関係ないから。あそう、ね、トンネルみたいなとこ入っちゃったらおしまいだから。あーやばい首がゲームボーイであれやってめっちゃ怖かったんだ私小学生の時に。ゲームボーイさ危ない。ゲームボーイなのに怖かったんだよあれ怖かったもんな。あの当時のコナン君のゲームすごい生首出るのよ。いやコナン君さ初期の頃結構殺し方えぐいっていうかさ、うん、結構あれだったよね。過去アトラクションでさ殺人事件が起きるゲームボーイのソフト知ってる？知らないやそれ。あれジェットコースターでも飛ぶしお化け屋敷でも怖かったねとか言って出るところに首並んでるうちの本物なの。本物いやなんでこんなにみんな首取れるみんな首取らないで閉じ込められちゃうんだよみんなで。怖いよ。怖いゲームだ。怖いよ。いや結構昔のコナン君なんか殺人現場のシーン怖かったんだよな。怖い。今割とマイルドになった気がするな。でも大丈夫、やっぱゲームセンターのミニゲームで UFO キャッチャーでサッカーボール取ればいけるからどういうことえ何それどういうこといけるからって何。一回はねいけるからってな。一回はね捕まってもいけんの。あそういうこと。一回黒の組織に捕まっても、そのあの犯人に捕まっても、うんうん、あ犯人にかサッカーボールでバーンってやってバーンってやれるんだけどもう一回追っかけられるから無理でした。あ逃げ、え逃げゲーなの。最後逃げます。迷路で。私はあれがトラウマでね大変だ。私はあれがトラウマでね大変なゲームだ。怖いんだよ迷路で追っかけてくるんだよ犯人が。私なんか FF9 のあのタイムアタックですらもうあれ怖いね。緊張しちゃってダメだもん本当に。 RPG に特別なんか急に挟まれるタイムアタック本当に急に FF タイムアタック挟んでくるから急に本当怖いダメすぎて。でも FF って絶対タイムアタック挟んでくるからね。挟んできてたね。だいたい挟まれるもんね。だいたい挟んでました。何分以内に出す。そうここから脱出しろって。もう敵がさそうなんでお前また来んねんみたいなめちゃめちゃね。てるるるるじゃねえんだよってなる。そうでてててててそう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 おい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 つってやめろやめろっつって、はい、じゃあね皆さん、はい、新しく始まるあこちらのコーナー行きましょうか。あれだ行きましょう。続いてはこちらのコーナー。俺のクワバラのコーナー誰が言うてんねんこのコーナーでは昔はヒエやクラマ派だったけど大人になったら断然クワバラ派になったという夏姉のように夏姉のようにほらほら語弊がありますよ皆さんの推しの変化を教えてもらうコーナーです。それでは早速皆さんの推しの変化見ていきましょうこれなんか皆さんいっぱいメールくださったよね。めちゃめちゃ大人気コーナーなんかよ私たちもね、うん、桑原のコーナーみたいになってたんですけどどういうこと何をするのみたいな。私たちもツイッターで知るという ねびっくりだったね。皆さんが趣旨を理解してくれてるというのがすごいよ。ありがとうな。はい大木さんからいただきました。ありがとうございます。夏根まつりこんばんは。こんばんは。前回の放送でうっかりスラダン誰推しとコメントしてしまったものです。クワバラ現象というパワーワードを引き出し まさかのコーナー化に至るとは夢にも思わずということで責任を取り私の初メールをクワバラに捧げます。おい私たちに捧げろよ。クワバラにクワバラにクワバラは知らんのよ捧げられてもなのよ。クワバラに届いてないのよはい、さて私のクワバラですがすごい趣旨を理解しすぎてるんだけどこの人順応が早いやつだすごー全くすごすぎるでしょ。感のいいオタクだな私のクワバラですが、はい、ハガレンのゾルフ・ジェイ・キンブリーです。はー誰だっけ。キンブリーさん。キンブリーって絵を見ればわかる、うん、中学生の頃はマスタング大佐推しでしたが、うん、大人になってキンブリーさんの生き様や彼の美学に改めて触れ心震えました。わかります。やばい人です。やばい人なんですが自身を客観的に強靭と理解できており
常人のふりができるだけの社会性対応力を持つ非常に優秀な人材なのです。その上で彼自身の美学からちっともぶれることがありません。初登場から退場まで生き様が美しい、そんなキンブリーさんを激推ししています。 PS 水戸陽平もいいが堀田もいいぞ。天才。初メールとは思えない。最高。初メールとは思えないクオリティで送ってきた。高森さんが画面からアウトした。戻ってきて高森さん。あ、あれです、爆弾魔の。あ、いた。爆弾魔の方。いたわ。いました。じゃあちょっと確かにやばい人だった。ちょっと悪い男にキュンキュンするっていう変化になったのね。ちょっとクレイジーな人が。ね、ちょっとクレイジーな。好きなんだね。確かに生き様はね、かっこいいよね。でもクレイジーなキャラが好きな人って、うん、どの作品読んでもクレイジーな人好きじゃない？確かに。危険な男が好きなんだよね。危険な男が好きなんだね。危険な男がね、うん、好きになっちゃうんだよね。でもノリオが好きなんだよ。なるほどね。ノリオいいやつだからな。ホッタもいいぞ。めちゃくちゃなんかお手本みたいなメールみたいなメールを大丈夫？私初めてあんなにアウトしたでしょ。ちょっとめちゃくちゃ痛くなっちゃった。良くも悪くも訓練されすぎてる。初メールでしょ。本当だよ。すごくない？もっとちゃんとメールを送った方がいいよ。そうだよ。いろんなところにセンスがあります、君には。素晴らしすぎちゃった な、 すごいな。びっくりした今。じゃあ次行きますか。はい、はい、こちら、はい、クリリンと同じヘアスタイルさんからいただきました。ありがとうございます。同じなんだからしょうがないじゃん。高森さん、松井さん、はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。新コーナー開始おめでとうございます。子供の頃と大人になってからで評価が変わったキャラといえば、自分のおすすめは漫画おいしんぼの主人公山岡四郎さんの連載初期の頃ですね。ああ、初期の山岡さんは武将ひげを生やしたハードボイルドキャラで、うん、子供の頃に漫画を読んだ時は仕事中に眠りしたり、取材の仕事でお店に行くたびに出てきた料理にケチをつけて料理人と喧嘩したり、この人は何しに会社に来ているんだといい印象ではありませんでした。しかし大人になってから改めて漫画を読み返すと、どんな上の立場の相手にも自分の意見をはっきり言えたり、会社に乗り込んできた暴走族を相手に一歩も引かない男らしさや、ほじった鼻くそをさりげなく上司の服にすりつけるような権威にこびない、かっこはてな姿勢にかっこええやんけと思うようになりました。私、こんな男に私もなりたいものです。まあ一緒に働きたくはないですけどね。お二人は山岡四郎派ですか、それとも何を聞いてきてるの。これ貝原だっけ、貝原さんだっけ。あ、貝原さん、え、海原さんだっけ、貝原さんだっけ。私ね、おいしんぼそんなにしちゃんと読んだことないんだよね。確かに私は貝原さん、貝原さんでいいの。貝原さん派ですか、ぜひ教えてください。貝原だ、貝原雄山。あれ、うまい、うますぎる、あれ、うまいうまい、うますぎる、あれ全然違うやつ、全然違うやつ。中華一番。あ、中華一番、中華一番。でも確かにうち結構私世代は中華一番で料理漫画って言えばみたいな、なんかとこあったんだよな。クッキングパパと、あ、そう、クッキングパパ、おいしんぼは、あの多分アニメ、うん、放送か再放送じゃないか分かんないんだけど、うんうんうん、アニメで本当にちょろっと見たみたいなぐらい。私クッキングパパは結構見てたけど、うん、おいしんぼを見る機会あんまなかったんだよね。おいしんぼだって私たち多分、うん、アニメやってなかったやってないよね。子供の時期的にもうちょっとなんか再放送とかやってたらやってたかもしれない、上の世代な感じがあったりとかして、うん、そうなんだね、そんな感じなんだね。なるほどね。でもなんか男性にモテそうな男性キャラって感じだね。あ、そうだね、うん、うんうんうん、男気があってみたいな ね、 なるほどね、かっこいいキャラ。なるほどね。 そうなんだね。なんか割とほら私たちはさ、いや男前なのは桑原だろみたいなさ、割とさ、うん、あのガチ恋目線で見ちゃってたけどさ、うんうんうん、そうか、そういうなんかそう、ね、こういう男になりたいな目線もあるんだね。男としてっていうやつ ね、 ね、なるほどな。確かに大人になったからこそ大人のキャラがわかるっていうのあるよ ね、 ね。続いてゆうきひなさんからです。はい、ありがとうございます。